次に続きまして三番方の牧師によるメッセージをお願いいたします。はい、はい、じゃあ小山先生の方から行きます。おはようございます。おはようございます。距離が2メートル以上ありますのでマスクは取らせていただきます。ただいまはあの素敵な、証しを来ていただきました。ありがとうございます。主に感謝します。ですね、実はあの今いろいろと告白がありましたが、今日ふさわしい文章を見つけましたので、ほう、はい、それを私の今日のメッセージとします。実はですね、ここの教会の主任牧師は坂井義行先生といってですね、生駒聖書学院というのが奈良にありますけど、5000坪の教会、大教会です。私はそこで洗礼を受けたんですけども、そこの先生はもう1ヶ月くらいですね、右脳梗塞のため入院中なんです。まあ、主の癒しと回復をお祈りくださいということで息子さんからメッセージが来てますので、この坂井先生のですね、著書の中に非常に今日の、ことに対するですね、解決になりそうなメッセージがありますので、ちょっとこれ見つけましたので後で読みます。今日は実にあの多種再々いろいろな方が出ています。それで、エルムの理念をさっき読みましたけどね、これはですね、坂井義行先生が作ったあの文章です。ですからこの中にはですね、私たちは十字架の復活の福音をアーメンとし、洗礼を受けたクリスチャンですってありますから、ですから皆さん方洗礼を受けてない方もいらっしゃるんでね、そこら辺はちょっと飛ばしていただいて、実はあのそういうことで私と三岡兄弟しか今のところ洗礼を受けた、またいもそうですね、あなたも洗礼を受けてる。ですからあのこういうふうになってますよ。あのつまりですね、教会的にはこういうふうになってるんですよ。ですね、洗礼を受けてなくてもですね、教会に通う人のことを信者と言います。この一応この教会に入ってきた時点で、まあ、あのアーメンと信じてここに入ったということで信者さんだというふうに私たちは解釈するんですね。そしてさらにちょっとランク付けしても申し訳ないんですけど、それであの聖書をね、聖書を読んで勉強してみようかなということで、皆さん方の手元にある聖書をね、学び始めた時にですね、求道者という、求道者、道をね、求道者という、そしてさらにですね、そうしながら、じゃあ私、じゃあクリスチャンになりたいなと言って洗礼を受け、洗礼を受けた時に初めて、クリスチャンという、だからあの、まあ、差別するわけじゃないんですけどね、信者、求道者、クリスチャンという形になりますので、そういうふうに理解をしていただいて、そのエリムの原を読んでいただくとね、あのもうこの坂井義行先生はバリバリのクリスチャンですから、15歳でですね、この道に入ってずっと同じ教会に所属してですね、今や生駒聖書学院という大きな無線層がある、まあ、大きいからいるということじゃないんですよ。うちは小さいなりに戦闘したことをやってますけど、そこの 大先生、あの動く聖書って言われる、聖書、どっから言っても聖書はどこの何がどうって全部あの知ってますからね、いきなり質問しても答えますから、すごい人です。そして、まあ、聖書をあのおかげさまで洗礼を受ける方がいらっしゃって、今日はご都合で来れてないんですけどね。あの晴れてクリスチャンになった方がいらっしゃって、そのクリスチャンになった方にはですね、つまり聖餐式というのは、これ一応参考までに勉強ですから出し取ってもらいたいんですが、聖餐式というのは 聖なる和さんの餐、聖餐式という、これはですね、あの新約聖書の中に載っているのはですね、イエス様がですね、その、まあ、十字架にかけられて、あの十字架にかけられる 前の最後の晩餐というね、あのので皆さん方にあのレオナルド・ダ・ヴィンチの中にもあの書かれてますからね、あの最後の晩餐の中にもあるように、イエス様がですね、そのまあ日が明かされる前にですね、弟子たちと一緒に食事するわけですね。食事をするときに、イエスはですね、パンを取ってですね、これは私の体である、それから、ブドウ酒を取ってですね、これは私の血である、
それを忘れないでくださいということで生産式というのをやったというね、そういうこの聖書の中のことがあるんですね。いろんなところに出てきます。マタイの福音書とマルコつまみことのコリントとかね、いろんなところに出てきますので、まあ、一応参考までに、この成り立ちをお教えしました。この、まあ、ちょっと前置きが長いんですけども、あの坂井先生が書かれた愛輝きに向かってという中にですね、向かってという中に今その、兄弟、溝が兄弟が言ったんですね、証の解決策が誠に見事に書かれています。しかしそれを見事に実践をされてですね、解決をしたわけですから、あのこれは素晴らしいことだと。これヒントがあるんですよ。ヒントの前にもうすでに解決をしてから、ね、だからこれは素晴らしいことだなと思います。ですね、初めての方のためにちょっと子ども聖書アプリというのがあってですね、これも前置きですけど、この世界がどういうふうにできたかっていうのをですね、聖書的にですね、あのダーウィンの進化論とは別ですね、進化論とは別にこの神様の世界ではどういうふうに言われているか、子ども聖書アプリというのは小学1年生に教えているそのアプリがありますので、これちょっと読んでみますね。ちょっと短いんで、世界は、ね、6日間でできた、全宇宙はね6日間でできたよっていうことを聖書の中に実は書かれています。この聖書の中に書かれる、これを分かりやすく、ですね、難しい言葉で書いてるんですよ。創世記でね、この世の中はどうやってできたかっていうね、創世記という世の中にアダムとイブの話も含めて全部載ってるんですが、もう短くね、子供向けに小学1年生のから書いたあのアプリがありますので、ちょっと読みますね。1日目の話です。世界の始まりです。1日目はですね、私たちは美しい世界に今来てますよね。ですけど周りにいろんなものを見てくださいと、見てくださいと、どれも素敵ですね。これからその始めに戻って、世界がどのように始まったのか聖書が教えることを見てみましょうということでですね、小学、まあ、何度も申し上げますが分かりやすく書いてある。1日目です。はじめに神様が天と地をお作りになりました。天と地ですね。神様は暗闇の中を、暗闇の上を動きながらですね、光をあれ、真っ暗ですからね、光をあれと言われました。そして光を昼と、昼間はですね光を、そして闇をですね夜というふうに呼びました。だから昼と夜ができたのが1日目です。2日目です。2日目にはですね、神様は上にある水と下にある水を分けられた。そしてその間を空とお呼びになりました。空というふうにお呼びになる、 上にある水というのは雲のことですね。それから、間を空と呼ぶ。で地面ができたんですね。2日目が終わりました。簡単ですね。神様が水を集めるとですね、またあの2日目の話が、今度は3日目の話をします。3日目が始まります。神様が水を集めると乾いた土地が現れました。神様はこれを地と呼び、水を海と呼びました。そして草やお米、麦、木など植物をお作りになりました。3日目はですね、土地を作ったんですね。海と陸を作られた。これ4日目の仕事です。それから神様は空にたくさんの光をお作りになりました。昼のために太陽を作る、夜のために月と全ての星を作る。4日目の仕事はこれで終わりです。また5日目の仕事です。5日目は海の上だ、水ですね、水を泳ぐ魚と空を飛ぶ鳥も作りになりました。子供を見なさい、神様は言われました。世界を水の跳ねる音、鳥が歌う声で満たしなさいというふうに言われた。これが5日目の仕事です。最後の仕事です。6日目です。次に神様は動物をお作りになりました。家畜、野の獣、そして地を這う動物をお作りになりました。もう一つ作るものが神様は言われました。あらゆるものの中で一番特別なものだ。そして神様は人間の男と女をご自分の姿に似せてお作りになりました。
子供を産みなさい。神様は言われました。この世界を治めなさい。魚や鳥、動物の世話をするのですというふうに神様が言われて、6日の仕事、これで全て完結。で、7日目の朝ですね、神様はですね、できました、神様はお好きになった全てを見られてとてもいいと言われました。そして7日目はですね、お休みになり、この日を特別の日にしました。つまり日曜日ですね、今日がその日です。6日で神様はこの世界を全部作って、ああこれでいい、満足をね、あの日本で言うならですね、要は満足じゃなくてという時代劇になりますが、こんなことでですね、この世界は聖書によるとそういうふうに作って、だから我々はですね、あのまあ、なんかね、学校ではですね、万有の進化を科学的なことで学んでますけども、聖書の世界ではこういうふうに、作られてますよ。だからこう両極端ですよ。そういう形で人間は猿から生まれたという説もありますけど、これはダーウィンの進化、神様が作ったのはあくまでもアダムと、この話はまた後で、続けます。本題に入ります。この愛輝きに向かっての中にですね、こういう文章があります。これは坂井義行先生の自分の体験に基づいて書かれた本です。その中にまさしくこういうふうになっています。この聖書の中で、これあの聖書の中で後で見ていただくとね、マルコの福音書ってあります。マルコの福音書の11章の22節から24節の中にこういう今から読む言葉が書かれています。不可能は挑戦となるね。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。この言葉は聖書の中に書いてるんですね。動いて海に入れと言ってですね、心の中で疑わずに、ただ自分の中に言った通りになると、え、山が海に入るの、そんなアホだってこう思うところに、その新人のですね、あのこれは物の例えですね。海に入れって言ったら海も山も海に入るよ、その信じる心が大切だということを書いている聖書の一節です。もう一回言いますね。神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。マルコの福音書の11章22節から24節、これから先が坂井先生の実体験です。人生にはさまざまな出来事があります。問題に直面したとき、それを行き詰まりと見るか、前進させる材料と見るかによって大きく変わってきます。問題は乗り越えるチャンスで、新しい希望への門出であると考えるとき、信仰が私たちを大きく飛躍させます。スタンレー・ジョーンズという有名な牧師がいました。彼はまだ若い時代、インドで宣教師として働いていました。しかし救われる人は一人もなく、彼は失望し、もうアメリカへ帰ろうと絶望の中に座り込んでいました。ヒマラヤのふもとで涙を流し祈っていた彼の目に一羽のワシが映りました。ワシは頂上を高く舞い上がろうとするのですが、乱切るように邪魔されてあるところまで行くけれども、どうしてもそれ以上飛び立つことはできません。しかし何度も何度も乱切るように叩かれながらも舞い上がろうとあがいていました。いつの間にかスタンレー・ジョーンズは自分の涙も枯れはす、涙も忘れてその姿に見入っていました。そして何度目かの挑戦の末、ついにわしは高く高く舞い上がることに成功したのです。悠々とヒマラヤの山頂に向かって舞い上がるわしにはあがきもばたつきもありません。あんなにまでわしを悩ましていた乱気流が今はわしを上昇させる力となったのです。
それを見た瞬間、スタンレー・ジョーンズは自分の抱えている問題が自分を引き上げるためのものであり、絶望させるのではなく、舞い掛け、舞い上がる材料であることがはっきりと分かりました。彼はこの経験の中で聖霊に満たされ、委ねて生きる意味を悟ったのです。聖霊、神の霊に満たされ、支配されるとき、私たちは勝利者となることができるのです。私が院長として働いている三雲聖書学院は、昭和4年創立の長い歴史を持つ牧師伝道師養成の学校です。創立者はレオナルド・ W ・クートといい、イギリス人の宣教師でした。彼はビジネスマンとして日本の土を踏み、神戸でイエス・キリストを信じ、全く改心、生まれ変わりを体験しました。この伝道牧師の養成の学校で私もここで講師をしたこともあります。昭和2年、現在の学園敷地を入手しました。約5000坪の大きな土地です。彼はその上にすぐ建物を建て、学院をスタートしようと思ったのですが、資金面で完全に行き詰まってしまいました。困り果てました。外国からの援助もなく、また独立の宣教師でしたので、本部支援団体もありません。友人たちや好意ある有志の教会からの援助も止まってしまいました。広大な敷地に立ち、虚しく立ち尽くす日々が続きました。そんなある日、カナダから一通の手紙が届きました。中にはお金はなく、一枚の紙に新約聖書のマルコの福音書11章24節の言葉が書いてありました。さっきの言葉ですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。この言葉の書かれている聖書の箇所を開いて祈りました。信じて祈ったのです。それから2年後の昭